はーい。先に寝るね。うう、口の中がヒリヒリするよ。おやすみなさーい。高志さん、ええ、いくつかは、ただ…見たことのない漢字や言葉がいくつも載ってて、なかなか読み進められないんです。ありがとうございます。何でしょう。スーパーマーケットってお魚とかお野菜の売ってるお店ですか？いいんですか？ありがとうございます。あ、はい、このページの2行目なんですけど、本当ですか？うん、苦いんだか甘いんだかわかんないけど美味しいよ。たかしさんはどうですか？
がとうございます。本を見ながら作ったからうまくできたかどうか不安で。何ですか、これ。はい、ありがとうございます。自分で選ぶ？歯磨き粉って普通のとバナナ味だけじゃないの？本当？全種類買ってきちゃダメ？急に黙りこくって。
戻りました。あら？あれ？たかし、この子誰？何があったんですか？
ゆきのさんです。ゆきのさん？わかりませんか？金魚のゆきのさんです。でも本人がそう言ってますよ。ってことは、同居人がもう一人増えたんだね。それほどでも。お夕飯の材料、3人分しか買ってないんです。もちろん彼女のことです。材料を4人分用意しなくちゃ。さん、すみません。今からもう一度スーパーに行ってきますから、これを台所に持って行ってください。すぐ戻りますから。ユキノも金魚鉢から出てきたんだから、歯磨き粉もう一つ買ってこなきゃ。
じゃあ僕も行ってきます。何でしょう。どうしましょう。自分も手伝いたいって言ってるみたいですよ。
してなんでしょうか。木野さんは、たかしさんに気味呼ばわりされるのが嫌みたいですよ。あうあう。他人行儀で居心地が悪いんですって。今まで通り、お前と呼んでほしいとのことです。ゆきのさんが言ったのは、じゃ